今日10月4日は語呂合わせでイワシの日です。イワシが特産の阿久根市では子どもたちがイワシ尽くしの1日を過ごしました。今日は 何月何日ですか？10月4日104、ね、それをイワシと呼んでイワシの日とします。阿久根市の山下小学校で今日開かれたのはイワシについての出前授業です。10月4日イワシの日に合わせ、子どもたちに特産のイワシをより身近に感じてもらおうと開かれました。子どもたちは阿久根市の漁業の歴史やイワシの丸干しを作る工程などを学びました。その後グラウンドに出てきた子どもたちは、イワシの一文字を作りました。そしてお待ちかねの給食の時間、今日のメニューは丸干しイワシの素揚げです。おいしそう。どのイワシがおいしそうですか？マイワシ。マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシの3種類を食べ比べました。硬い。魚の旨味とご飯があってすごく美味しいです。地元の有名なものなんだけど知らない子どももいたり、やっぱりそこら辺は生産者として頑張っていかないといけないし、イワシの話題が家庭で出たりスーパーとか、イワシの丸干し、イワシ自体を目にしてもらえれば、気にかけてもらえればと思います。子どもたちにとって地元の特産品に触れる貴重な一日となったようです。